Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、久しぶりの野外に来ております。やっと晴れましたね。雨とかがね、だいぶ続いてて、外撮影できる機会をずっと伺ってたんですけど、やっと今日撮れます。ちなみに今日、30日、木曜日。配信日前日ですね。もうストックがなくなってかなりテンパっております。ということで、今回ねやる内容は久しぶりのね、練習用具紹介をやっていきたいと思います。今回紹介する商品はこちら。はい、こちらです。ミニサッカーゴールということで、やっぱりねキーパーたるものを今日どうした、発音おかしいな。キーパーたるものやっぱゴールがね練習中はあった方がいいと思うので、ちっちゃいゴールでもねあるだけで全然違うと思うので、今回買ってみました。今回買ったゴールですね、こんな感じです。箱すごくね軽いです。もう片手で持っても全然重くないぐらいすごい軽いゴールになってます。はい、じゃあ開封していきます。なんとか出来上がりました。ちょっとねこのネットを通す時につなぎ目がちょっと抜けたりしてやりづらかったですけど、結構いい感じですね。大きさも私168センチなんですけど、私の腰ぐらいの高さまであります。いい感じの大きさですね。じゃあちょっと使っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね実際にボール蹴ってゴールの中入れていきたいと思います。で、今回は地面がちょっと硬いのであれを打ってないんですよ、金具みたいなやつ。だから蹴ったらある程度吹っ飛んでしまうのはちょっとご了承ください。という感じで何本かやってみましょう。扇形の、ケースがついてて使った後直せるようになっているので、収納までちょっとやっていきたいと思います。さっき倒れてたような感じで、そうだな、簡単に倒れるんですよこれで、多分こうだ、あ、すごい簡単に畳めます。こんな感じでで入れていくというわけですね。こんな感じですね。はい、折りたたみ一回組み立ててしまえば、多分折りたたみ方もすごい簡単だったので、なんだろう、すぐに組み立ててゴールとして使うことできると思います。かなり軽いので、小学生とかでもこれ一つバーって持ってって試合したりとかっていう風には十分ね使ってもらえる、使えるようなゴールだと思います。ただ、弱点としては固定してないとかしてるとか多分関わらず、こうなんだろう、収納するときにこうペタってなるんですけど、シュート打ったときにゴールがこうなんていうの、崩れるというか倒れることが非常に多かった。多分固定してても同じような形になるのかな、固定してないのでちょっと正直わかんないですけど、なので重さがない分衝撃には弱いかなっていう感じです。で棒細かったんですけど、結構弾力があるような骨よくわかんないけど外枠になってるので、おそらく簡単にポキって折れたりとかはしないとは思うんですけど、
結構ね、衝撃には弱いのでペタペタこう倒れて何回も直さないといけないっていう風な形にはなります。まあ、でもね、それでもやっぱゴールあった方が練習とか幅広がると思いますし、キーパーの練習にもフィールドの練習にもですね、あとは普通に遊びにも多分使えると思うので、ぜひぜひね、こういうゴール1個、これ安かったです、2、いくらぐらいだったかな、金額覚えてない、2000円とか3000円とかぐらいのレベルなので、はい、ということで今回の TGK ライトアップ TV はここまでです。なんかこういう商品紹介してほしいなとか、なんかこういうトレーニング用具どうなのとかってもしあれば言ってもらったら、まあ気が向けば検証しようかなと思います。はい、ということで、女性のゴールキーパーコーチの方だったりとか、女性の CK の方はぜひ Twitter とか、公式の LINE アカウント登録してもらったらいいかなと思います。はい、ではチャンネル登録といいねお願いします。また次回の動画で会いましょう。 See ya!